愛イオイさんを南南東から望む愛イオイさんは、愛知県名古屋市天白区にある三つの大地からなる、丘陵に近い、標高60メートルの低山である。総称という名称は、洋曲や古今集に出る、銃の絵の松は、総称などから取られたものと見られており、この地に松林が多かったと考えられる。また総称山西側の地名に姿という場所が、 アリスガが,が茂っていたということが想像される。アイオイさんは、オワリ丘陵の先端の天白川、扇川に挟まれたナルミ丘陵に位置する。ちなみに、ナルミ丘陵は、瀬戸層群や田川類層と、ヤゴト層により構成されている。そしてヤゴト層は、カオリン鉱物のメタハロイサイトという粘土層で、全国的にも珍しい古関湖イロードで構成されている。 そのため現在のように雑木林が茂る以前、かつてのあいおいは、風化により著しく赤活色となった粘土層が西日により赤く生えていた。1940年12月、防空砲と連動し、防空力区地として都市計画されるなどし、移行数度の都市計画を経て、現在の形に至る。広さは123.7ヘクタールの面積になる。 近年では1998年3月に開園したアイオイ山緑地オアシスの森として呼称される。オアシスの森には整備された散策コースが設置されている。南部は古くからの姿を残し雑木林が多い。またアイオイ山には様々な動植物を観察することができるが、とりわけヒメボタルの生息地として初夏には多く人が訪れる。 またホタルの餌となる純絶滅危惧種指定の梅村シタラガイも生息している。名古屋市内では珍しくタヌキ、キジ、カブトムシ、クワガタムシ、ホタルなどが観察できる。また2001年頃までは純絶滅危惧種の大鷹の映像も見られた。植物では梅、山桜、コナラ、クヌギ、紅葉、山ツツジ、コクラン、ドクダミなど様々な植物が自生している。 愛イ山の南東のモミジダニ特林寺のすぐ近くにハガキが多数収められた記念塔がある。これは1927年8月に新愛知新聞社が愛知県下の新住名所をハガキにより募集。愛イ山も応募し、投票数850万7608通で見事5位に選ばれた。その記念と観光地になるようにと、 高岡徹州によりハガキ島が設立された。アイオイさんの象徴ともなったハガキ島だったが、戦争など時とともに忘れ去られ風化していたのを、アイオイ山保存会が、町内会、郵政関係者など多くの団体や、個人の協力を得て修復し、現在に至る。建設途中で廃止となった、ヤト総省山線アイオイ山の中心付近、南北に山を分断するように、 都市計画道路を渡す計画が1957年に起こった。1993年には都市計画事業認可を受け事業着手。近隣住民の反対の声や専門家のアドバイスなどにより2004年には環境に配慮するという形で計画変更を若干したものの工事は進められた。総工費は36億円。2009年には 名古屋市長による対話集会を行い、全体の8割に当たる700メートルまで工事が進んでいたものの、2010年には工事が中断された。そして完成予定だった2014年に、八戸見総ソ山線の道路事業は廃止し、公園として整備することが決定した。降下部分に関しては、ニューヨークの実例を参考に、空中公園にするなどの案も出されている。 しかし、道路工事の大部分が完了しているため、あ生おいさんの環境への影響や、今後の用途、巨額の税金投入してまでの工事を途中で中断し、廃止にするなどのことに対して、議論は今もなお続く。ありがとうございます。